おい、どこだ。あんまり逃げんなよ。近藤先生、こっちこっち。先生、こっちどす。どっちだ。お、そこか。捕まえた。姉さん、わざと捕まらはったやろ。なんだこりゃ、血の匂いか。え、血の匂い。よう、思ったより早く来たな。三番隊隊長、斉藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。ああ、新選組局長近藤勇だ。それで、頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍馬。はい、坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で。坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから、薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。いやあ、んたいい仕事したぜ斉藤さんよ。俺がですか。うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな、本物の龍馬さん。そうか。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、おめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろう、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が勤王党の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。
なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。何こいつに見覚えがあるのか。やはりお前があの時の。生きてるうちにそれがわかるといいな。1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ坂本龍馬。
俺も衰えたもんだたまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。ん？なぜそう思う？おやっさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる、そう言ったはずだぜ。おや、なんだ、やめるのかい？あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ？わからねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな？文句はあるが、勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ？天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？いやー、つえーなあ、あいつは。そうは思わねえか、源さん。勇さん、いいのか？このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。